どうも、翔平です。またエリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。ってことでですね、だいぶ終盤だとは思うんですけれども、Take Private Transit to the Apollo Core ということで、サミュエルが犠牲になってくれたおかげで、アポロと直接通話ができるようになったということ。サミュエル自体が試してたみたいなんだけど、アポロがリジェクトして、あの人がああなっちゃったってことなんですよね。人なのかどうかもよくわからないけど。でもセリフによるとなんかロボット臭いんですよね。なんだろう。多分ロボットだと思うんだけど、ノイズメーカーは拾えないみたいだね。そろそろ結構あれが溜まってきたのかな。フレームスロワーが結構あるね。これ使ってみる？なんかエイリアンはもう出てこないのかな。なんかそんな気もしないでもないけど。で、どこ行くの？ちょっと待って。なんか、ポイントオブインタレスト的なマークが出てるね。こういうとこそフレアを使うべきなのか。これがもったいないからね。じゃあこれ置く。フレア何の役にも立ってねえ。フレアが何の役にも立ってない。行くとこないよね、でも。行くとこなくない？あ、違うのか。違うのか、これ。よく緑のね、光点とあれを間違えてしまうんですよね。なんかここじゃないみたいだぞ。やっぱり、これは下なのかな？違うみたいですね。あ、なんだこれ。これはもう聞いたよね。多分違う、こっちだったみたいですね。違う階のやつを示してたみたい。ここに乗って向こうに行け、なんか不親切だよね。なんか見つけたって、インタビューテープ。なんだろう、ちょっと聞きますね。マーローでしょ？そうだ。テイラーよ。セクターの、まあ、エグゼクティブだと。なんだろう、なんかマーローも知らない人みたい。リプリーをこの剣から外してって、クロージャーを探してそのけじめをつけようと思ってるの。このね、あのクソったれなセルから逃げ出そうと思ってるだけだって。これ録音されてるのよ、分かってるって。うん、見たよ、赤い光がついてるからな。データが欲しいの、あの見捨てられたね、あの宇宙船のデータよって。それはあげられるさ、このね、ここから出してくれるだけでいいのさ。うん。What the fuck? って何？テイラー、ここから出してくれ、出してくれってなんかにやられたみたい。タイラーは。テイラーか。リプリー。うん。なんだろう。リプリーをこの剣から外しておいてくれっていうのはちょっと意味がわからないんだけれども。あ、これに乗ればいいのね。なんでリプリーをこの剣から外しておけって言ったんでしょうね。で、リプリーはこの剣にけじめをつけたいと思ってるっていうのはお母さんの関連だからだと思うんですよ、多分ね。じゃあお母さんの剣が外に漏れたくないがためにリプリーを外しておいてほしいっていうことなのかな。で、ウェイツじゃなくてあの人か、ウェイツだっけ今の人。誰かがね、ここから出してほしい代わりにエイリアンに関する全ての情報を会社にもらえば出してあげるよって言ったんだけど、テイラーは何かに襲われたか何かで切れてしまったということだと思うんですけど、どっちが行くの？ちょっとやっぱりスタンバットにしとくか。この階に行ってそっちってことね。ビビらすない。とりあえずセーブしておきます。じゃあノストロモ号のデータがちょっとそのあれが隠しておきたいんでしょうね、なんだかわからないけれども。これを生きれて、私そこにいるみたいだけどね。じゃあこれ選べばいいのかな、トランジット。どっちでも同じでしょ多分。来てんのこれ、こ
この地味に待たせるのが嫌ですね。地味に待ってなきゃ、なんか来るんじゃねえかとね思うわけですよ。どっちを押しても同じなんだね、多分ね。なんかしなきゃいけない系？コールボタン押したよ。地味に待たせるね。なんか来るんじゃねえかというふうに勘繰りをしてしまうんだけど。ここはどこに行くラインなの？そのアポロコアに行ける唯一の道みたいなんですけど、こういう電車みたいのを使っていくわけですね。アポロコアだからここでいいみたいです。 OK、 また実績解除するの忘れちゃったよ、その表示を。じゃあまたちょっとここで一回切ります。さて戻ってまいりました。アポロコアのフロアの一番上にいる、あ、上にいるって言って、アポロはね、サミュエルのあれを弾いたけど、一回はリプリーね、この人を話せるだろうっていう風に言ってましたけど、ここがアポロコアなのね。でここには一般人は入れないような感じなんだろうね、多分。アポロ輸送警備室だって、警備室があるぞ。パソコンとまたアイテムか。アイテム見てるときは怖いんですよね。エンプティ、オッケー。全部拾った。なんか作れるものがないか見ておきましょう。パイプボムが作れるみたい。よし。それで、パイプボム、モトロフ。モトロフはあんまり効果がない。使い道がね、そんなないような気がするんだよね。で使えるアイテムは使っときますね、拾えるように。 EMP マインもまだアイテム不足で使えない。チャージパックが必要みたいですね。ノイズメーカーもうダメ。じゃあ大丈夫だね、これでね。メディキットも作れなくなっちゃいましたね。よし、一応使っとくか。はいよ、OK。で、スタンバトンに切り替えて、これを聞いておきましょうか。よし。パーソナルなし。Tomorrow Together 3. Sigson Journey into the Colonial Space on the Official Story by Sebastian Sieg. First printed in Ion Sigon. なんだろうこれ、なんか歴史みたいですね。Sigon Journey の。なんか最初のね、そのオーディオだって、ハザードコンテンツメント。何がね、そのロボットをクレイジーにさせたか、アポロに行ったんだけど、この場所は地獄だって。アンドロイドデューティーをアポロはもうリディレクト、そのね、また変えたって言ってますね。クーラントってこのね、あの消すやつとか、消すやつとか冷ますやつが いろんなとこにあるし、もうえらいことになってるっていうことみたいですけど、スペディングっていう人がここのなんか責任者だったみたいですね。で、なんかシステム自体がね、ハザードコンテイメントって書いてありますね。この多分エイリアンのね、あれを感知して警戒レベルを上げたっていう風なみたいですね。で、I'm going to find a way down って言ってるんで、スペディングがもっと先に行ってるみたいですね。ってことは、どっかでスペディングさんの死体と遭遇することになるのかな？タグ、あ、いいよ。何かが原因で、なんかこのね、ロボットがおかしくなったってことみたいですけど、そのあれを探ってたんで、いい人だったのかな？多分。でもこの場所は地獄だって言ってますからね。何かをピコピコ言ってるよ。 No weapons beyond this place って武器があるとダメみたいだけど。あ、ファイアハハハ、冗談でしょって。
あ、ここに武器を置けば先に進めるのかな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか変なことやってしまったようだ。なんか出てくる？ダメみたい、やっぱ置かなきゃダメみたいだね。なんて、わかったよって。あー持ってかれちゃう。ちょっと待ってよ俺の武器。あーマジかよ。あ、でもパイプボムとかはいいんだ。これ武器とカウントされてないじゃないですね。スタンバトンで一回じゃ。お、大丈夫になった。ほんとかよこれ。なんだこの抜け穴システム。ポンコツすぎるぞちょっと。これじゃあ飛行機に乗った時に爆弾でも何でも持ってかれ、持ち込むんですよね。道が塞がれてるって。あー、セバストプールのそのセール、売るためのね、セール用の通路がどっかにあるはずだって。じゃあここ、ここも開かないよね。弁当かなんかがあるのかな。この膨らみが非常に気になるんだけど。コレクトコンパウンド、これ、あ、これか、ユーズ。うーん、見てみましょう。コンダクト、パワーがそこにあるから、そこから行ける。でも入れるかなって言ってますね。なるほど。電気を消して、電気を止めてね、あの縮こまればなんとか収まるだろうって言ってるから、狭い道みたいですね。パワーダウンでコンデュイット、この数字は何。トライトゥーなんとか、読めないな。4930。地図を見るとここが、あ、4930。何の意味もねえなね、これ。このセキュリティシステムが意味がないぞ、こんなバリバリ書いてたら。なんだろう、ああ、パワーを消さないと通れないみたいなこと言ってますね。あ、いいよ。なんか何かの道を使うためにパワーを消して息を止めて、縮こまっていけばなんとか大丈夫だろうと。こっちは何、ここは何、これ、トイレ的な。トイレではなさそう。センサー、特に何もない。武器だけ、あ、アイテムだけみたいですね。武器回収されちゃったのちょっとしんどいね。お、電気が勝手につくシステムね。地図を見てみよう。あ、この先ね、 OK。 向こう側にも入り口があったけど、ここは特になし。あ、動きあるよ。電気がついた。その中に何かいるのか。なんか変な服着たロボットがいるよ。あれアンドロイドだよね。顔がよく見えないので、白いから多分アンドロイドだと思うんだけど。アンドロイドだ。ちょっとまずこれだ、これから聞きますね。え、チーフだ。なんか申請、このね、ロボットメカニズムがおかしい。ああ、言ってたね。ハザードね、その、なんか、危機、なんていうのかな。なんかが流出した時の緊急マニュアルが作動してるから、おかしくなってるって。なるほど、スペディングの部下みたいですね。明日スペディングに会って、やつのあれを、ケツを、引っ叩いてやるぜ、みたいな。蹴り上げてやるぜ、みたいなこと言ってましたけど。じゃあ、とりあえず安全みたいなのから使っていきますか。スペディングの部下さんもここにいて何かをしてたみたいですね。あれ？シグナルがないぞ。あった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 。これ。これ時間がやばいぞ。これ、はい、ふう。
リカードオフラインになったよ。ターバインシャフトからアクセスができるって。エマージンシャットオフが近くにあるってさ。でもそのね、オフが長くは持たないからっていう風に言ってるんですけど、早く渡れよ、早く通り抜けろよってことでしょうね、多分ね。ってことでどこに行けばいいの。ほう、ずっと戻んなきゃいけないのね。あのスーツ着てるやつが気になりますけど、なんか出てきたりすんのかな。向こうに行かなきゃいけないってことですね、今度は。反応はない。うわ、何これ何これ何これ、これがアポロコア？これなんか違うよね、これ蓋なの。でどっちに行けばいいんだ。なんかこっちに部屋があるみたいだね。またパソコン、同じ作りの部屋ですね、多分。インジェクター、トイレのような部屋とターミナルがあると。アポロセールズワンシート、ワンアポロシステムフォーユーディープスペースオービタルステーション、セルフレギュレーションアンドロイドメンテナンス。なんでアポロシステムがこのなんていうのかな、もう遠く離れた宇宙の軌道上にあるステーションにあるのかみたいなことを書いてありますね。セルフレギュレーションっていうのは、自分でね、制御できると、アンドロイドのメンテナンスをするためみたいなことが書いてあるみたいです。セキュリティスルーダリムーバルオブザシステミックセルフディターミネーション、インスタントコミュニケーション、ノンインフェアンス、ライトニング、ファーストデータムーメントアクロスザステーションリライアブル。なんかこれ、売るための商材みたいな感じかな、多分。だからこれ、売りたかったのかな、アポロ自体を。ってことは、なんか AI の反逆的な感じの流れになってくの？勝手につく。なんかが繋がってるみたいなね、弁当でね。電源オフにして、これはさっきの敵がいるのか。敵はいないみたい。じゃあこっちでも同じことをすればいいのかな。セキュリティチューナー、なんかん？こんな音したっけ、ここね。あれ、これまたシビアですね。これとこれね。はい、手がかじかんでね寒いんですよ。ターバインはあのねオフになったって。早くしないとって言ってますけど、どこ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 、早くしないと切れちゃうって。オーバーヒート、アポロがオーバーヒートするからって。ここ見た、あ、ここが開いたのね、なるほど。でどうすんどうすんどうすんの。オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、セーブしたかったな、ちょっと。セーブしてくれよかったか。アクセスアポロ。アポロに接続しろ。別に狭くないやん。ライトがない。真っ暗でごめんなさい。なんか、ライトがないので見えません。フレア。おおおお。なんか読んでなかった。ごめん。聞いてなかった。いっぱいジョーってあれがいるって。下にね、いっぱいあのアンドロイドがいるから気をつけてて、だってそんな、ここでいいの。ちょっとこれ、こんなんいらない、こんなんいらない、もうどうしよう。スタンバトンでは戦えないので、 EMP マインで、あ、セーブポイントが丁寧にあるってことは、まあ、死ねって言ってるんですね、これは。私に死ねと言ってるんですね。ここに戻ってこいと。これ何これ。コンパウンド。EMP ももう作れないし、モートローフで行ってみる？
なんかファイヤーも強そうなんだよな。メディキットを作っておいて、これ戦闘中にね、変えるのがこうやって動きながらだと、これ動かすのが大変なんですよ。なのでささっとね、できない。ああ、メインエントランスが奥だって。今いたね、なんか変なやつが。なんかね、遠くてよく聞こえないんだって言ってます。これ、これダメなやつだ。じゃあ向こう行けってことですね。どうしよう、パイプボムでやっつけようか。やっつけられんのかいな。超不安なんだけど。ちょっとね、あいつをまずぶっ殺さないと。うわあ、マジかい。あ、ガスマスク？ガスマスクがあったぞ。ちょっとこれで、やめてよ、ちょっとこんな時出てくんの。あー、辛抱しろって言われてるって言われ書いてありますね。ソールド、スペリング、something crazy just happened。 ああ、なるほど。セバストプールがね、売りに出されたセバストプールがマーケットから外されたって。バイヤーもいたはずなのに、エンドレスプレッシャーツアー。ああ、ね、プレゼンテーションをね、たくさんしたのに、なんでだってことが書いたのかな。 I guess the talks the one stole that all。なるほど。Some of the company headquarters just had to click his finger。 誰かね、会社の上層部が、指示したんだみたいな感じかな。 Confirmations came in. Apple currently received a package packet of the new operation rule sets。 なんかこの人たちも売ろうと、この部分を売ろうとしててうまくいかなかったみたいな感じなんですよね。で、いろんな人の思惑が絡んでそうなってる。今マスクどうやってつけるのこれ。あ、勝手につけてくれるの、便利なこと。ちょっといや、よく見えないんですよ。ちょっと待って、ここアンドル、あー、いる、いらっしゃいますよ。アクセスリワイヤーだって。何これ、ちょっと早くして早くして早くして、ガス、ちょっと早く離れて早く。なんかガスを消したけど、ああ、はあ、見つかっちゃった。こっち来た。え、ちょっとちょっと、全く聞いてないみたい。あ、聞いてる。2発で倒れんの、超硬いんだけど、あの人。ちょっと待って、まだいたよ。あ、まだいた。ちょっと待って待って待って、待て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 、 EMP 聞かねえのかよ、おめえ聞かねえのかよ、おめえ聞かねえのかよ。ちょっとどうすんだよおめえ。どうしよう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 。あー、どうしよう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 、さらばだ。ちょっと待って待って、ちょっと待って、こいつら強すぎる。ちょっと待って待て待て、危ない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 、痛い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 、ちょっと待って逃げるもん。とにかくダッシュ。ここ一体どこ、そして何をすればいいの。 EMP も聞かないなんて聞いてないぞ俺は。ちょっととりあえず追ってこなくなるまで。アプロインフォームってここどこ、ここどこ、ちょっともうわけわかんなくなってった。あそこに行けばいいのね、とりあえず。オッケーオッケー。じゃあもうアイテムなんて拾ってる場合じゃない。ささーっと行ってね。こっちかな？こっちっぽい。なんかインポイントオブインタレストがあるけど、もう知ったことじゃない、もう。なんか追ってこないみたいだね。で、何すんのこれ。いや、これ時間あんのかね、これ。ちょっと待って、早くしようぜ、早く。これ、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 動きが遅くて幸いですね。
はいね。ちょっともうセーブさせてとりあえず。いやよく抜け出せたなさっきのは。絶対死んだと思ったよ。ちょっとその前にだよ。メディキットを使っていこう。戦わないで逃げるっていう選択肢もあるってことですね、じゃあ。セーブはできたんで、今度は、いやー、でも左側から来たんだよね。あいつらいるってことだから、EMP が効かないってことは、スタンバトンも効かないんじゃないの、これ。じゃあ次はモロトフぐらいか、効果がありそうなのは。あのスーツさえ燃やしちゃえば、通常に戻るのかな、やつら。いや、いらっしゃる。どこにいるんだろう。あ、いるね。いるな。あれ？いなくなった。なんか遠くの方で光点がだろうけど。大丈夫かいな。ああ、いた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 。アプロに入った。アンドロイドがドアにいる。ランサムはどこにもいない。バイパスされてるって。レフト、左と右に。コミュニケーションオフラインだ。ランダムだって言って、なんかアポロにコンタクトしようとしてた人の話ですね、多分。でスペディングかな、今の感じは。あの人たち見失ったみたいですね、私のこと。いやー、どこにいるんだろう。ちょっと待ってね。この部屋にいたらもう終わりなんだけど。どうしろっつうの。あー見つけちゃった。すげえ音がした。びっくりしたよ。倒せるかちょっとやってみようか。でも集まってきちゃうような気がするんだけど。来た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 。一匹だ一匹。またそんなんでビビらせやがって。こんちくしょう。聞いてなさそう。うわ来ちゃった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 。ダメだダメだ、これ倒せないよこんなの。タフすぎるわ。ちょっと一回、ここどこ、ここちょっと待とうか。こっち側から抜けられそうだね。やつら遅いみたいだね。だから逃げられないことはないものの。至るとこにいる。ちょっともう無理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 。ちょっと待って待って待って、どうしよう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 。レフトって言ってたような気がするんだけど。あ、これか。これをやるのね。ちょっと待って。なんだこれ。バイパスがあって今解除して。なんだあの変な丸の位置は。なんか、ベンドがあるみたいですね。向こう側に。あっはははは。ちょっと、タンマ。ちょっと呼び気寄せて。あそこにある。よしよし。落ち着いて入れば多分大丈夫。早く入れてくれー、入れてくれー。ここには入ってこないと見てるんだけど。入ってくるんかな。入ってこないみたいだね。これは何？ローパワー。ローパワー。まさかこの中にもいんの？これがちょっと明かりになるね、松明的な。ちょっと真っ暗で何も見えないよ。これ何これ？ユーズボタン。ん？ただ開くだけ？ちょっと待ってね。Use the access tuner on dome terminal to gain access か。なるほど。で、ちょっとこれで安全確認した方がいいかな。
あら、ちょっと早い早いよ。ちょっと Find a way to reduce Apple security capabilities。 あ、なるほどね。セキュリティシステムが強すぎてハッキングするのに時間が1秒しかないもんね。こりゃ無理だね。さっきバイパスがどうのこうの言ってたから、よし、ここにセーブポイントがあるということはだよ、また私に死ねと言ってるんですね。あ、でもなんかポイントインタレストが出てるな。あ、このボタンを押すことによってあのパソコンが起動するのかな。あ、あったあった、これね。また出た謎のミニゲーム。上、あら、これがねめんどくさいんですよね。 OK、 ただの目押しゲーという感じか。タイミングよく上から下に順序よく合わせていくっていうだけみたいですね。これで OK？ お、いけそう？これでしょ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 ？あ、間違えた！あー、ちょっと、はい、まだ早いのかな？でも、いけなくはなさそう。ちょっともう一回トライさせて。ちょっと、すごいシビア。これ、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 OK！ ふぅ！コンサルト with アポロ、アポロと対話しろ。このドーム状のものがなんかこの AI 的なやつなのね。スーパーコンピューター的な感じか。ね、エイリアン2か1でも出てきた。あ、マザーと一緒だと思うんですよ、多分。で、どっから入るの？後ろ側に入り口が、ない。でも持ち上がってきたぞ。ちょっと炎が邪魔でよく見えないので切り替えますね。あー、ここが開くのね、なるほど。この懐かしい感じは。これ全く同じですね、あのマザーと。でこれで直接対話する感じ。このどこかあの懐かしい感じがいいですね。あー、あったね、この感じ。アポロコアスタートアップ、はい。で何を聞くの。ディスエンゲージ、あー、中止せよって言ってますね。ネガティブ断られてますね。ウェイランドユタニがウェイランドユタニオウンディスパッシュ、あれ、シグゾンじゃないの。プリーズオーダルシグゾン。2日前だって私たちが離れた。スペシャルオーダー939ってのは何。プライオリティ1プロジェクト、プロテクトスペシメン。あー、だからやっぱりあのエイリアンのね表体を守れっていうコマンドが出てるみたいですね。でもそれはね、スペシメンっていうそのあれがもうステーションにないからもういなくなったからって中止ゼロって言ってるんだけど、リアクターがスケジュールされてる、アーベラブルだって。なんかスキャン、ん、なんかリアクターのせいでその中止ができないって言ってましたね。なんだろう、インベスティゲイトのセントラルリアクターだって。なん、リアクターが問題なんだ。よいしょ、なんかちょっと嫌な音がしてるんだけど、いろんなとこで。ちょっと、それセーブ。はいはい。で、あ、ここが閉じたのね。あ、え？あ、なるほど。ここから下に行けということみたいですけど、ちょっとキリがいいんで、今回はここまでとしていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。